こんにちは、シュウです。今回はチャレンジ同士をやっていこうかなと思います。私これ1回目ってことないんだよね。おお、久しぶりにこの整形前の私のアイコン見たな、シュウ。わあ、見てこれ、初級しか遊べないんだ。初級クリアすると中級、中級クリアすると多分上級が遊べるようになるんだろうね、まあ、とりあえず最初初級でいこうか。まあ次回中級かな、でその次上級みたいな感じだね。いや、昔ね、空手やってたって前動画で言ったもんね。まあ体験に1日行っただけなんだけど、果たしてこれをやってたって言えばいいのか分かんないけど、まあやってたってことにしよう。おっ、あれじゃん、黒帯じゃん。あれ柔道で一番強いやつだよね。さあやってこう。かっこいいよ私。え、なんか見慣れたやつがいるな。なんか見慣れたやつがいるな。まあいいか。わし、これ爆弾のやつだよね、次元爆弾。22秒だね。これ iPhone でタイム測ってもいいけど、私この体内時計。みんな時自慢なんだけどね、カップラーメンとか測んないからね。なんで測んないかわかる？やべ !17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0!0!0! この3人残ったね。なんでカップラーメン測んないかっていうと、体内時計でわかるんだよね。いくわ。17、16、15、14、13、12、19、8、7、6、5、4、3、2、1! さあ、次、我々二人の二強対決だね。ポーカーフェイスがうまいな。12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0! やこ、あれだ、初級だからね。みんな持ってくれて、いや、これ上級行きたいね。さあ、まあ、とりあえず身内はまず倒したね。オッケー。お、なんかね、その YouTube。いや、すごい。左の3人ポジティブすぎ。ビリじゃなきゃいいや精神だね。ポジティブすぎ。さあ、行こうか。これだし、クリア3人撃破みたいな。かっけえ。これはモテるわ。さあ、何これ。これやったことあったっけ私。舞台のミーと同じ顔のミーをいち早く見つけましょう。正解を選んだ後、早いプレイヤーが得点になります。縦に振って、あー、なるほどね。オッケー。ウォンテッドを探せみたいなね。その、懸賞金のやつ。私、ワンピース見たら懸賞金どれぐらいだろう。5着を来た。いや、でもこれ結構あれだね。反射神経系だね。はい、ババ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 。オッケー、ババあ、ごめんなさい。おばさまね、おばさま。でも私、リアルでババーって言ったことないかもしれないな、その、人に向かって。みんなある？こいつだね。よし、これ得意だな、マジで。さあ、次。お、なんかね、みんな YouTube。YouTube でなんか低評価消えるボタン、消えるらしいね、低評価ボタン。低評価ボタンってあるじゃん、早く。早く。初級弱いな。で、あ、これさっきの。バーバーバー！オッケー！低評価ボタン消えるらしいね。ええー、と思って。消える疑惑なのかな？消えるのかな？いや、私もね、正直一番低評価ついてる動画どれなんだろうと思った時に、多分一番再生数がある動画。正直池にサメを逃がしたらやばすぎた。私の動画で一番多いんだけど、700万回ぐらい再生されてんのかな？低評価すごいからね。低評価7000ついてるからね。なんか高評価7000でも結構すごい難しいじゃん。低評価7000って。そんなに私、なんかひどいことした？青い鳥を探すんだって。青い鳥。青い鳥、青い鳥。お、いるじゃん、いるじゃん。あ、眉毛厳しいやつじゃないとダメなんだ。こいつ？え、みんな笑顔なんだけど。え、みんな笑ってる。いなくない？こいつか？
いた。いた。怒ってた。富岡義勇みたいな孤高の選手だったね。俺は嫌われてないみたいな。こら、なんか人って眉毛で印象変わるらしいよ。なんか前その TikTok かなんかで、なんかモテるための条件みたいの流れてきて、なんか3位か4位ぐらいになんか眉毛を整えろみたいなことあったね。そんな眉毛で変わんのかな。もし眉毛の手入れとかしたことない。何これ、これ動くなってやつじゃない。的の中心をポイントしそのまま浮かすじっと待ちましょう。一番ポイントが動かなかったプレイ。私こういうのガチ得意だからね。固定のシューって昔言われてたからね。さあここみんな震えてるね。なんで私だけこんな震えてるの。別に緊張してないよ。私習字とかやるときすげえ震えてたね。なんか小学校ぐらいの課題で。いやみんなみんな病院行った方がいいよそれ。異常だよそのズレは。いやこれもうちょいあれだね、上級者とやりたいね。あ、でそう、低評価ボタンが消えるみたいな、これどうなんだろうね。なんか見てる側は低評価あった方が盛り上がりそうだけどね。うわ低評価集いっぱいあるみたいな、そういうのもできなくなるでしょう。なんでサメを池に逃がしたらやばすぎた。あんな7000も低評価ついてんだろう。すごくいい動画なのにね、サメが池に。なんかよく言われたのが、わし結構やばすぎたを、なんかで呼吸するように使うんだけど、やばくねえだろって意見があるよね。いややばいだろって、だってサメを池に逃がすんだよみんな。やばすぎない、さすがにみんな逃がしたことはないでしょ。さあ私うますぎる。ちょっとコンピーこれあれだわ、早く任天堂さんオンライン対戦作ってくれ。私もう遊び尽くしちゃったよコンピューターと。これさあ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 さ、だからちょっと7000低評価が見えなく、だからでも高評価が6万ぐらいあるんだよね。だから6万の高評価だけが見れるみたいな、なんかそう考えるといいよね。すごいこの動画めちゃめちゃいい動画なんだって思うよね。だからあれだよね、釣りサムネ、釣り動画とか1億円拾ったとか釣り動画だとやっぱ低評価つきやすいじゃん。そういうのが見えなくなるってことだもんね。あんまかっこよくない。何私そういう時期突入した、中学2年生時期。乗りたい動物 A で決定、レースでウィーリモコンフルトスピード。あーどれにしよう、わしこういうスタミナ系ガチ弱いんだよね。あー余ったのでいいよ私、わかんない。あーじゃあキリンさんが余ってるからキリンさんでいこうか。あでも同じのも選べんのかな、もしかして。うわなんか私アウトコースなんだけど。スタート。あでも私すげえ HP 長い。いけ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 、キリンさんキリンさんキリンさん、あいつ早すぎだろ。いやキリンさん後半の週だからね。キリンさんいやまたあいつ早すぎない、キリンさん。いやもう行こ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 う、キリンさん行け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 、キリンさん、あーおー首折れちゃった。キリンさん、これ私ガチ弱いんだよね、スタミナバトル。これはちょっと私しょうがないな正直。これでも相手弱いに設定、弱いっていうか初級いってお前ら。初級レベルだから多分ウィーリモコン縦に持ちます、回して画面上の赤バイになったら A を押すと、まあ何ていうか。でもこれやったことあるわ私。あなんかね、お羽生譲らないで私芸名でいくわ。なんか羽生譲らないってなんかもういそうじゃない芸人さんで。いいねー。いやでもこれ初級だから通じるみたい。あなんか今日ね YouTube Twitter でね YouTube の見て、これ公式さんに初めてリツイートされちゃったね。えすげえと思ったんだけど、意外といろんな人の
あれをツイートしてたね。だからそんなすごくないのかもしれない。なんかね、ショート動画を結構ツイートしてたんだよね。だから私最近ショート上げるようになったからツイートされたんだと思う。2リツイートだったね。ちょっと悲しい。さあ見るよ。同じマークを選ぶの。見るとみんな見てて。早いからね、多分。9999999999。舐めすぎ。バカすぎ。コンピューターもうちょっとやる気出してくれよ、私。私、独壇場になってんじゃん。まあ、次回だね。次回難しくなるからね。シュッ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 、これ。いや、シュッシュッシュッだったよね、みんな。いや、こっちじゃない？ほら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 。これ今難かったね、ちょっと。さあ次。集中。シューだけに。ふん。うひょ、八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 。あれ？これどっちだ？どっちも八だ。逆張り。あぶねえ。これ最後難かったね。いや、これ多分上級。いや、でもここで練習積んどっか。お、すげえ、なんか、あれ、アナウンサーさんみたい。中級になった時勝てなくなるから。すごい、あいつら、2、0点で喜んでる。いや、意識が低いな。さあ、見て。最後、あの、後ろのあの人が出てくんじゃない？今、後ろにいたよね。ラスボスみたいな人。さあ、私、こういうの、漁夫の利狙うわ。影でこっそり隠れてよ。もうちゃんとやってほんとに、あとでお説教だよ君たち。もう全然ちゃんとやってくれない。ちょっと男子歌って、もう合唱コンクールの仕切る人みたくなってる。私全然コンピューターちゃんとやってくれないもんな。さあ残り6人。これ見て、後ろになんか初級の王者いるもんね。これはガチで弱い。私これ弱いんだよな。どの顔でもいいのかな。かっこいい。これ弱いんだよな、私。ちゃ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 、はい。あ、遅くなるんだ。ここ。いやー、猿。ああ。オッケー、やばい、これ勝ちたい。え？待って。どれだっけ？これ？あ、もうラスト、エーレンだ、エーレンだ、エーレンだよ、エーレンだ、エーレンだ、それしか勝つ方法ない。あーあああ。たまにやらかすな、私。いやー、でもこれ弱いんだよね。いや、最後賭けに出た、う、賭けに出ちゃったな。これはね、リンゴを取ってくるんじゃなかったっけ？あ、これはガチ簡単。これ、あと2000だね、おそらく。これで1位取って、次1位取って簡単。さあ、収穫ね。わし、リンゴ結構好きよ。え、私、あ、なんだ、わしから選んでいいのかと思った。はい、これ。やべ、結構、ラグが、ラグっていうか。で、次はさ、それ取りたい。あー、この3つどこだっけ、みんな。じゃあ、これ、OK。これは勝ったでしょ、さすがに。28個。おお、すげえ、もうみんな開け終わったんだ。ちょっと、みんな終わるまでカットしようかなと思って今、私、カットする部分あんま喋んないんだけど。うわ、雲やだね。さあ次ラスト戦かな。低評価いつから消えんだろうね。ちょ、今調べてみよう。今、携帯片手持って喋ってるね。低評価、消える、時代。あ、来た、師匠。いいね、なんか格闘っぽいね。 A でパンチ、 B でキャッチ。あー、なるほどね。あ、書いて、お前がお手本なの？市販的存在なの？ OK、 危ねえ、今試しで、やばい。
いやみんな師範強いかも。なんかスイカ割りとかしたいよね。なんか海のイメージでスイカ割りってない？私もうスイカ食べたいな。私結構フルーツは何でも好きだね。なんであれスイカ割りなんだろうね。メロン割りとかでもいいのにね。桃割りとかでもさくらんぼ割りとかでもいいのに、まあ、スイカがちょうどいいのかな。さあこれで、あ残り時間もう全然、あ勝ったね。面白かったね。このなんだっけ、チャレンジ道場だっけ。またやりたいね。おっす。これで次あれだ。あでも見て、師範の人やっぱ2位に位置づけてんだね。なかなかの強者なんだね。いらないよそのエコーこれあちきはつけてるわけじゃないからね。ちゃんと、うわあちきウィンクしてた今。イエーイ、これ出るでしょ中級。あ、なにこれ、のジェフやるじゃん。え、ジェフやるじゃん。なにこのジェフ、どっから出てきたの。ん、なんだ。はい、中級が選べるようになっていけたと。よし、じゃあ今回はこれであろうかな。次回もしかしたら中級やります。バイバイ。